はいよ、いろんなライン取り、スキーの振り出しね、ちょっと練習してくれ。はい、はい、泉ちゃん、3本目かな。さあ、おっと、右曲がりのところはね、カービングで入って中盤をずらしていくような感じで、またカービングに持っていくような。お願いします。はい、いいですよ。後半のね、綺麗に入った時の K ですね。はい、おー、どこ行くんだい。積もってくる。総太郎です、お願いします。はいよ、これね、ラストにしたいと思います。おまん、片半大丈夫だったか。了解です、大丈夫です。はいよ、センター開くから、うちスキーしっかり方向付けしてこいよ。よし、じゃあ今日しまいだな。お疲れちん。お疲れちん。じゃあ来週ね。はいよ、サンキュースキーの強度きっちり決めなきゃダメだぞ。ピシッと、フラフラしないように。ほら、くれんな。腰のね、腰の付け根からこう、腰もも一体でこうひねってくるっていう感じ。材料系がまずそうじゃないですか。だ、そうそう、僕らはすごい材料の会社とか工作機械の会社とか、もう要は世界トップレベルの会社とばかりお付き合いしてますよ、うん、だ、例えば DMG も利正機がなかったら困るし、うん、東レがなかったら困るし、なんと思って 2種目目からアップも全然しないで、足痛いから、うん、すぐスタート行って、スタートしたらなんか30番微妙なぐらいになっちゃった。